平成より大変お世話になっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、前回から楽しい楽しい風間さんの隠しシナリオにね入っているんですけど、まあ続ツンバラリア星人編っていう感じですよね。稲葉くんのことを同志と勘違いしているスンバラリア星人の風間さんっていうとこからね始まる話だと思うんですけど、ちょっとね前回のパートを編集してて思ったんですけど、前回の話って稲葉くんがスンバラリア星人ではないっていうことがバレて、でも地球人は食料にはならないっていうことも分かったんで、スンバラリア星人たちは引き上げていくっていう感じだったじゃないですか。まあ後遺症とかはね残りましたけど、人類的に見るとすごい丸く収まってるんですよね。なんかさ、これ以上いいエンドあんのかなっていう前回見たのが一番いいエンドなのではないかというね、なんかすごい人類滅びるエンド多そうだなって思ってこっからはもう地獄しかないかもしれないですね。まあちょっと続きをやっていきましょうか。最初の選択肢はどういうやつだったっけ？どうする稲葉。ここが最初の選択肢ですよね。とりあえずさ、やっぱ二人になりたくないよね。二人っきりは嫌だよな。いやーでもな、みんなを返さないって言っても帰っちゃうんだよね。さすがにさ、いきなり俺が風間さんを殴り始めたらみんな帰れないだろ。殴ってみようか。最後まで取っとこうかなと思ってたんだけどね。早々に切るわ。この切り札を。うわぁ、僕は込み上げてくるものを抑えることができずに、つい行動に移してしまった。おっと、あ、かわされた。風間さんは素早いフットワークで僕のパンチをかわした。いかん。よかった。避けてくれなかったら僕は風間さんを思いっきり殴っていたところだ。大丈夫、全面戦争にならないかな、人類との。自分で起こした行動といえど、今のはちょっと軽はずみだった。本当そうだね。みんなもびっくりしてその場に立ちすくんでいる。帰るなよみんな、マジで。大丈夫だよみんな。稲葉くんはちょっと立ちくらみがしたらしいよ。立ちくらみでうわーって言わないでしょ。心配しないで大丈夫、彼は僕が面倒を見るから。これみんな帰っちゃうかな。頼むから帰らないでほしいんだけど。風間さんはパンチをかわした勢いでちょうど僕を抱きかかえている格好になっている。みんなは納得したのか、帰っていった。マジかよ。僕はなすがままに彼に抱かれていたわけだ。俺は結局二人きりになっちゃうんですかね。なぜか動けなかった。さあみんなは行ってしまったよ、早く打ち合わせをしよう。どうしよう。幸せ、うん、風間さんは僕を抱き起こすと僕の手を掴んでいった。風間さんが本当に宇宙人であろうが頭が変な人であろうがもうどうでもいいと思った。ちょっと待てよ、よく考えたらどうでもいいってことはない。ああ風間さんがどちらの場合でもとても危険だということじゃないか、うん、そうだ、彼のそばにいるだけで危険なのにどうして僕は殴りかかってしまったんだろう。ちょっと地に足ついてない感じだなこの稲葉くん。思い出しただけでもゾッとする。これから僕が取るべき態度はどうしたらいいのか。この選択肢は前回もありましたけどね。逃げてみる？意外になんか逃げられんのかな。僕は部室の出口にダッシュした。あ、稲葉くん！風間さんが僕を呼び止める声が聞こえるが気にしてはいけない。風間さん一応仲間だと思ってるはずだもんね。とにかくここで風間さんと一緒にいない方がいいに決まっている。これで廊下に出ればこっちのものさ。うわ！え？え？閉まった。ドアが。出口の引き戸が急に閉まった。僕の鼻先スレスレだった。そんな技まで使えんの？すげえな、スンバラリア星人。もう少し閉まるのが遅かったら、僕は脳天をドアで直撃していたかもしれない。稲葉くん大丈夫だよ。ドアを閉めようとしてくれたんだね。すごい、なんかいい方に捉えてくれんな。ありがとう。でも大丈夫、僕が閉めたから。
誰にも話は聞かれないよ。風間さんはにこやかに言う。彼は特殊能力も持っているのか。そういうつもりじゃないのに、風間さんはどんどん自分のいい方に解釈していく。まあ、助かりますけどね。このままではどんどん追い詰められてしまう。この体も窮屈だしね。ああ、早く元の姿に戻りたいな。ね、稲葉くんもそう思わない？元の姿があるんだ。スンバラリア人フォームにチェンジもできんですかね。風間さんは遠くを見つめて言う。元の姿ってなんだ？これでますます風間さんが壊れていることを確信した。ここは無理に逆らったりしない方がいいかもしれない。もう少し様子を見てからの方がいい。無理に行動を起こしたら風間さんに何をされるか分かったものじゃない。そういえば君、ああこの流れか。まだ本名を聞いていなかったね。せめて本当の名前くらい教えてくれよ。名前なあ。この選択肢は4択なんだっけ。前回は2番ですよね。一応ね、俺の意図としては風間さんから名前を聞いて、で似た感じの偽名を思いつけないかなとか思ったんですけど、ちょっとねおにょおにょおにょっていうね感じだったんで、他のネタに振るか。これがいいんじゃないの。他のネタに振らないと。風間さんってかっこいいですよね。一度にたくさんの女の子と付き合ったりしているんじゃないですか。いいなこの色男雑だよ他の話題への振り方が。焼けるねそんな後輩嫌だよ。スンバラリア製でも何人もの女の子を泣かしたんでしょ。とっさに思いつきで言ってみた。どうかな。風間さんの表情は硬い。渋い顔をしている。どうしようこの作戦は失敗したらしい。だからもう自決しよう。ママよ。風間さんの本名は何て言うんでしょう。結局その流れ、とりあえず切り返すことにした。あ、僕そうだね、聞く前に自分の名前を名乗るのが礼儀というもんだよな。前回と同じ流れだな。で一回この選択肢が入るのか。僕は本当に宇宙人がいないなんて思っているのか。前回1番選んだんだけど、2番行ってみる。宇宙人否定論者で行くか。いや違う、そんなことは絶対にありえない。宇宙人が少しでもいるなんて思った僕がバカだったんだ。頭の変な人には僕たちには見えないものがたくさん見えるって言うしひどいなマジで。そう思っただけで本当に自分の目の前に見えるらしい。いえね、その僕たちには見えないものですよ。ん？これは稲葉くんが言ってんの。例えばスンバラリア星人とかね。風間さんはそう思い込んでいるだけなんです。ん？風間さんに話してるのか。そう、僕に残された選択肢はこの危険な男から逃げること。そうだ、それしかないんだ。プレイヤーに話しかけてるのか第4の壁破ってるんですね。僕はゆっくりと席を立った。どこ行くの。風間さんの声が僕の背中に突き刺さる。逃亡失敗ちょっとトイレに。何を言ってるんだ。もうすぐ迎えが来るんだぞ。いや初耳ですけど、打ち合わせしようって言ってたじゃないですか。迎えって何の。ああそうでしたね。あははは。迎えが来る一体何が迎えに来るって言うんだ。ああ来た来た。突然風間さんは部室の入り口の方に目を向けると、嬉しそうに手を振った。入り口、誰が来た。僕は振り返った。ギャー。僕は1メートルほど飛び上がっただろうか。それほど驚いたのだ。何思ったのと違ったな。俺日野さんが来んのかなと思った。日野さんもスンバラリア星人なのかなと思ってたんですけど、あなたは一体すごいウニウニをしてますね。なんで制服着てるんですかなんでワイシャツなの。これワイシャツじゃないのかな。こういう宇宙服なのかな。物質の入り口には頭の代わりにアンモナイトを乗せたような怪物が立っていた。これよく来れましたねここまで普通に廊下を歩いてきたんですか。見つかるよね。なんだこいつは。長官か
長官、長官自らわざわざ出向いていただけて光栄でございます。あ、めっちゃ敬語使っとんな。風間さんが敬礼している。俺も敬礼した方がいいのかな。なんて手の込んだいたずらなんだ。あ、宇宙人なんていないって、もうその路線で行くつもりなんですね、稲葉くんはね。こんなおもちゃみたいなマスクをかぶったって僕は驚かないからな。そうだ、これはきっと日野先輩の陰謀なんだ。あ、日野さん絡みの可能性はあるなとは俺も思ってたからね。日野先輩と風間さんはグルだったのさ。そうか、最初から仕組まれた罠だったのか。なんだってんだ、みんなで寄ってたかって僕のことを脅かして楽しむなんて、もう許せない。やばそうだな。あ、アンモナイトのマスクを引き剥がそうとする。風間さんにつかみかかる。こうなったら相手の話に乗って乗りまくる。いやー、本物だろう。これは本物だと思うんだよな。乗れるだけ乗ってもらっていい、稲葉くん。でも待てよ、このまま日野先輩たちにからかわれてばかりじゃちょっと尺だ。僕をからかうんだったらそれに徹底的に乗りまくってやれ。僕は長官に敬礼した。いいね、長官お久しぶりでございます。お久しぶりでございますってさ、なんかちょっと舐めてる感じじゃないですか。長官の特命を受けて特殊任務についております。 0565SBR でございます。ございますって。長官わけのわからないことを喋っている。大丈夫、怒ってない。僕はとっさに言った。事情がありましてこうやって彼と知り合った次第でございます。ところで長官、そのお姿はいいとしましても、スンバラリア語を何とかしませんと誰かが聞いていた場合不審に思われます。こちらの言葉に直した方が賢明だと思いますが。おお、すごいな稲葉くん。僕は思った、あの姿をしている時点で怪しさが大爆発しているのに今更言葉も何もないか。そうだよな、目撃はされてないんですかね。目撃されたけど殺してきたのかな。食料にするつもりなんですもんね、地球人をね。いや、細かいことは気にしてはいけない。長官はしばらく考え込んでいるようだった。わかった。喋れるんですね。君の言う通り、こちらの言葉で話そう。君の言うことにはいつも間違いがないからな。え？なんか認識されてんねん、俺。誰だと思ってんの、俺のことを。長官は僕を見ながら言った。僕は長官に提案した。実は私はこの地球に匿名を受けてやってきたわけですが、地球人について密かに調査して分かったことがあるのです。地球人には霊の世界と言われるものが別にあるということが判明したのです。いやー、確かにね、その話ばっかり聞いてきましたけどね、ここまで。クロスオーバーさせちゃうの？長官と風間さんは興味深げに僕の話を聞いている。僕は彼らをまくし立てるように言った。何でもその霊界と呼ばれるところには地球人も憧れる楽園があるとか、私も独自に調査したのですが、なかなか普通の人はいけないそうです。普通の人。しかし私はついに発見したんですよ、その楽園への生き方を。長官と風間さんが簡単な声を上げる。旧校舎の姿見かえ、そこにはどうやったら行くことができるのか。僕はもったいつけて言った。知りたいですか。二人とも大きく頷いている。いや、二人とも裸になってください。二人は僕の言うことを聞いてくれるだろうか。聞くんじゃない？なんで俺が決めるんだよ。二人の行動、まあ聞くんじゃないですか。二人は声を合わせて言った。よし、わかった。あんまり二人の裸は見たくないが、僕を騙そうとした罰だ。悪いが恥ずかしい格好になってもらう。脱いだ服は僕に渡してください。そして窓際に2人で並んでください。風間さん今どっち形態なんだ。普通に人間バージョンなのかな。僕は言いなりになる2人を見てちょっと得意だ。本当に日野先輩たちは悪乗りしやすいんだから。目をつぶって精神集中してください。僕は脅かそうと思って長官が持っていたおもちゃのガンを2人に向けた。マジで。マジで。さあ、こちらを向いてください。二人は僕を見て驚いた。何をするんだ。長官に銃を向けたら処刑されるんだぞ。バカなことはやめて早く銃をしまいなさい。今しまえば許してくれんのかね。風間さんは長官をかばうようにして僕に言った。風間さん、日野先輩、もういい加減にしてください。
温和な僕でももう我慢できませんよ。そんなに冗談が好きならこうしてあげますよ。僕はそう言うとおもちゃのガンの引き金を引いた。その時、ものすごい閃光と衝撃が僕を襲った。僕は衝撃で後ろに吹き飛ばされてしまった。何が起こったのか僕には理解できない。ふと我に返って前を見ると、そこには風間さんの長官が変わり果てた姿で横たわっていた。あー、死体は残ってんのか。先輩？僕は泣きそうになったそして二人に駆け寄った。うっ、僕は吐きそうになった。風間さんと日野先輩だと思っていた二人はアンモナイト野郎の格好をして死んでいた。風間さんも元の姿に戻ったんですね。これは特殊メイクなんかじゃない。じゃあ二人は本当にスンバラリア星人だったのか。二人は終始とうとう立てながら、え、溶けて跡形もなく消えていった。ああ、死体は残らない。都合がいいね。僕は自分の取った大胆な行動に今更ながら震えた。でも僕は地球の危機を救ったんだ。そうだ、僕はヒーローなんだ。これで終わんの？まあまあ静観ですよね。これいいエンドでしたねっていうかさ、あの前回見たエンドでもうこれ以上いいエンドは俺には思いつかないんだけどみたいなことを言ってましたけど、あ、俺はなんて発想が貧困なんだって思い知りましたよね。いやー、まさか長官が出てくるとは思わなかったな。いや、もう本当参りました投了ですわ。すごいね。なんで長官と風間さんは例の世界に興味があるんだろうなすごい面白いな長官。でもさ、さっきのエンドもさ、これはいいエンドだねとか俺言ってたけど、よく考えたら長官と風間さん殺しちゃったらもうダメだよね他のスンバラリア星人はいるわけですもんね。普通に戦争になってしまうと思うんですけど、じゃあちょっとここの選択肢やり直してみようか。二人とも裸になってくださいっていう僕の提案を二人はまあ聞いてくれないんじゃないですか。もうやめた、もうやだよこんな役、ここまでやるなんて聞いてないよ。え、お、マジか。長官がずるりとマスクを取った。そこには普通の顔をした全く普通の人が立っていた。何普通の顔をした全く普通の人って、日野さんではないの？風間さんがその彼に言った。ダメじゃないか、ちゃんと演じてくれよ。僕だって日野に頼まれていやいややってるんだから。本当に？これ何のためにやってんのいらないパートじゃない？まあ7話目分ってことか。7話目担当も風間さんっていうことなのか。やっぱりそうか、日野先輩たちのいたずらだったんだな。あ、もうこの人たちの相手はできない。風間さんが声をかける。あ、ちょっと、僕はそんな声には耳を貸さずに部室から出て行った。大丈夫かな、明日は日野先輩に聞いてやる。これはどういうつもりなのか、全くもう、日野さんではなかったけどいたずらだったっていうことか。終わるんだそのまま終わったな。本物の宇宙人がこれから来る流れかなと思ったんですけどね。これは、はいはい、まあバットではないよね。稲葉くんゴリップクエンドっていう感じですか。まあ、このパターンはありますよね。全部風間さんの芝居でっていうパターンは様式美ですもんね、風間さんの話でね。あの長官に化けてたやつは誰なんだろう。これがね、清瀬さんとかだったらねちょっとニヤってなるところですけどね。名前は出ませんでしたね。あ、でもまだね残ってますもんね、長官ルートね。あの武力行使に出るやつあるんで、多分このパートは時間まあまあいっ
ってると思うんで、また次のパートで見ていくことにしましょうか。はい、じゃあお疲れ様でした。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。